ビザも取れちゃうんですか。そしたら見えるんですか。いやこれ実は一回も使ったことない。いや本当に本当に。じゃあ、あっちの方が200M って書いてある。200M。こっちの方がいいよ。くないです。あそこ、あそこに。僕らできるだけ喋んないようにしますから。いや、いいんですよ。なんていうか、あのガサガサの蚊の止まった音も入るっていうぐらいすごいよね。映像はもう、そのままあの、ネットにあのアップロードできるソフト付きですよね、これ買うと。それ用の商品なんですよ。これ何ですか、どれぐらい、何分ぐらいできるんですか。今、埼玉からなんですけどね。だから今日、富士山反対側から、あの仕事でこう新幹線で通過するとき、あんま見ないじゃないですか。で、今日初めて富士山って段がある。もう知識としては知ってるんだけど、初めて間近に見てすごいなと思いました。あれなんか噂によると、もし噴火するとしたらあそこから噴火するとかね。関係ないですよ。今日小川荘さんに泊まったんですけども、あの結構早く着いたのが、早くといっても10時過ぎに家を出て、で、まあ、4時間半、4時したから、でも正味5時間くらいかかったかもしれないんですけど、小川荘さんに着いて、でドアが全然開かないんですよ。で開かなくて、クラッとトントンってやっても開かなくて、すいませんってやっても開かないんで、しょうがない、目の前から電話したんですね。でそしたら、横にやってくださいって。ドアってこういうもんじゃないですか。だって取っ手ついてるんですもん。それでもなんか足踏むとね、こう開くとかじゃないですか。だから、そしたら中からこうね、あのおばちゃん出てきて、妖怪みたいな、これは横に引くんですね。そうなんですか。で、離れの方に案内されたんですけどね。なんていうかこう、一回入ってから、携帯入ってまた奥行って、で、駐車場あそこですって言われてから、後からこっちの方が近いですよって最初から言ってくれって言ったんですよ。わざわざぐるーっとこう一通ですからねって言われて、ぐるーっと回ってこうやって回って裏止めたんですよ。そしてほんと目の前なんて出たすぐとこに駐車場あるんですよね。最初入ったとこ、あそこですから、あそこ止めてください、あのネジ色の車の隣止めてくださいねって言われたから、ちゃんと止めたんですよ。でその後に、でもこっちの方が近いんですよ、おばあちゃんですね。あそこのお風呂いいです。あの露天風呂、富士山がすごい絶景で、すごい良かったです。若おかみに会いましょうね。あとおかみさんなんですか？なんかもう一人いましたけど。綺麗な方がいますか？なんかちょっと慌てたような感じでしたけど、なんでだろう。何かやってる時に声かけちゃったのかもしれないですね。わかんないですけど。じゃあ、クリスマスまだ遠く。近くないんですけど、クリスマスの曲を、きらめきクリスマスっていうね、もうすっかり親父なんですけどね、皆さんも僕もね、まだ親父じゃないか、ね、遠い昔、まだ携帯がなかったんです。ちょっとこの辺時代錯誤なんですよね。携帯がないのに携帯があるような歌なんですけど、まあ、その辺ちょっとこうさっぴいて聞いてください。きらめきクリスマス。待ち合わせの場所はいつものモニュメント前、あなたの笑顔に会えるまであと5分。今夜はみんなクリスマス楽しそうね、プレゼント色とりどり街を行き交う、その時バッグの携帯電話があなたの着信を知らせる。今夜は仕事でごめん行けなくなった、そんなことなの覚悟している私ね、え君僕はどこにいると思う、振り返ってごらん、ここにいるよ、いたずら笑いをしてるあなたがいた、
私ほっとして膨れて涙をあなたはあなたはお酒のせいですねあなたはなんかそうですよ飲んだら知ってあなたはおだらねウィンク投げたなんて意地悪なサンタさんクリスマスのきらめき君のシャララ私へクリスマスのきらめき君のシャララあなたへ先に今夜はどこへエスコートしようか美味しいワインで乾杯素敵な夜景も見よういいえ世界中で一番行きたいところもう今私会ってるあなたの隣どんなに美しい夜景よりも好きあなたの瞳のきらめきこの世界をすべてあなたの瞳に映るものそれだけを見つめていたい私クリスマスのきらめきにのシャラなあなたへクリスマスのきらめきにのシャラな私へ I wish you Merry Christmas にのシャラララランドピー I wish you Merry Christmas にのシャラな私へI wish you Merry Christmas Ding dong シャラあなたへクリスマスのきらめき Ding dong シャラ二人へいや思い出しましたさっきのね、あなたあなたウィンク投げるその間に何が入るのか全然思い出せなかったんですけど一つでしたねあなたが一つウィンク投げこの一つが忘れるっていうのがねやっぱりあれですねお酒のせいですか僕の前に出演された方の数だけアルコールを飲んでるという成果がしっかり出てるかなという気がしました、まあ、そのせいにするわけじゃないんですけど腰が痛くなるときました